パイレート米。パイレート米はスウェーデンのインデックスサイトである。2003年に開設された。日本語のサイトは機械翻訳で公開されている。設立者らは著作権侵害を幇助したとして2009年にスウェーデンで有罪判決を受けた。パイレート米は2003年に反著作権運動を行っているスウェーデンのという団体により設立された。 パイラトビロンは2004年の10月から独立した組織として活動している。パイレートベイは初め、都によって運営されていた。この二人はそれぞれ、アナカタ・チアモという通称で知られている。彼ら二人は、アメリカ映画協会により、著作権侵害の補助で告訴された。2006年の5月31日に、スウェーデン警察による手入れがあり。 ストックホルムに置かれていたウェブサイトのサーバーは撤去され、3日間のダウンタイムを引き起こした。パイレート米は、原告としても、被告としても、数多くの訴訟に関係してきた。2009年4月17日には、フレイドリック・ネイジ、ゴットフレッド・スバーサム、そしては、9日間にわたるの後に、著作権侵害を放除したとして、有罪判決が出され、 懲役1年と3000万スウェーデンクローナの罰金当時のレートでおよそ3億6000万円が言い渡された。被告は上訴し、裁判官が政治的圧力に屈したことを非難した。2010年5月17日、パイレート米のプロバイダーに対する差し止め命令により、パイレート米はオフライン状態となった。ウェブサイトへのアクセスは後に差し止め命令をからかうメッセージを、 トップページに表示して、回復された。2010年6月23日、パイラトビロンはの死により解散された。彼は、パイラトビロンの主要なメンバーであり、共同設立者でもあった。パイレートベイは、数年の間、TPB、ゴッドフレッド・スバーサムのクリエイターらとフレイドリック・ネイジが所有し、スウェーデンに拠点を置く、という会社によってホストされていた。 2011年5月からはがパイレートベイを管理している。2012年1月23日にパイレートベイはファザベルズという新たなカテゴリーを追加した。ファザベルズは 3D モデリングのためのファイルであり、3D プリンターを用いると物体の形成が可能なるデータオブジェクトとして記述されている。2012年5月、Google は新たに作成した。 透明性レポートにおいて、パイレート米へのリンクを Google 検索のインデックスから削除するよう求める6000件を超えるリクエストがあったことを報告した。これらのリクエストは8500件を超える URL を含み、多くのリクエストをした著作権保持者を上位から5つ上げていくと、フレイトルセルビセス,ス LLC、テイクダウンパイラシー LLC、アイフッピーである。 2013年8月10日、パイレートイはのリリースを発表した。パイラタブラウザーは、インターネットの検閲を回避するために使われる無料のウェブブラウザーである。2003年から2014年の11月までの間、パイレートイは、ワールドワイドウェブにおいて、最も訪問者数の多いトレントディレクトリであったが、アレクサによると、2014年の11月からは、2、主位の座を譲り渡した。 2014年12月8日、Google はザ・パイレー l a という文字列が名前に含まれているほとんどのアプリを Google Play から削除した。2014年12月9日、パイレート e b へスウェーデン警察による手入れがあり、サーバーやコンピューターやその他の装置は差し押さえられた。関連するザ・インク、トーリッ l エス h リートラッカーなどのサイトも パイレートベイのフォーラム suprbay.org に加えてアクセスできない状態になった。次の数日間、パイレートベイのコピーサイトがいくつかオンライン状態となり、この代表的なものが ISO ハントによって作られた oldpiratebay.org である。2015年5月19日、パイレートベイの se ドメインは スウェーデンの裁判所の取り決めに従って、使用不能の状態となった。パイレートベイは6つの新たなドメインを追加して、これに対抗した。2015年5月26日、この取り決めに対して上訴が行われた。パイレートベイは、ビットトレントクライアントで開くと、ダウンロードが開始される、マグネットリンクを検索できる仕組みになっている。マグネットリンクは、オーディオ、 ビデオ、ソフトウェア、ゲーム、ポルノ、その他の6つのカテゴリーに分類されている。登録にはメールアドレスが必要だが無料で行える。登録を行った利用者はビットトレントファイルをアップロードしコメントを投稿することができる。の行った調査によると2013年にアップロードされたファイルのうち44%はテレビ番組と映画、 35%は、ポルの9%は、オーディオファイルであった。2014年1月からは、3D プリンター用オブジェクトのカテゴリーである、ファザベルズも用意された。カテゴリー内のコンテンツは、ファイル名、シーラーもしくはリーチャーの数、投稿された日時などによって並び替えることができる。はじめ、パイレートベイの4つの Linux サーバーは、ハイパーキューブと呼ばれる。 独自のウェブサーバー上で稼働していた。古いバージョンはオープンソースとなっている。2007年12月7日、パイレートベイはハイパーキューブからへの移動を完了した。オパントラッカーはビットトレントトラッキングソフトウェアであり、UDP を利用することができる。これによって以前よりもずっと高速で複数のサーバーを同期させることができる。 UDP マルチキャストが使われるようになった。2008年6月、パイレートベイはスウェーデンの新たな通信防受法に対応するため SSL をサポートすることを発表した。2009年1月19日、IPv6 専用バージョンのを用いてトラッカーシステムにおける IPv6 のサポートを開始した。2009年11月17日、パイレートイは トラッカーサービスを停止した。分散ハッシュテーブル、ピア交換、マグネットリンクによって、集中型トラッカーが必要なくなったためである。2012年2月20日、パイレート米はフェイスブックで2月29日以降、トレントファイルを提供せず、その代わりにマグネットリンクのみを提供すると発表した。パイレート米は、トレントファイルを有しないことは我々にとって、 少し安価である上、我々の敵が我々の活動を止めることをより困難にするだろう。とコメントした。パイレートベイは10人未満のユーザーによってのみ共有されているファイルにおいてはマグネットリンクをサポートしない古いソフトウェアとの互換性を保つためにトレントファイルを保有している。2007年4月、スウェーデンのトークショーバートにおいて パイレートベーガという右派企業家から出資を受け取ったという趣旨の話があった。ランドストラムはバサブルウッド社の資産を受け継いでいるが、彼がスウェーデン民主党屋のような極右政党や極右運動に資金を提供していると知られるようになってから、彼のパイレートベ米への資金提供は非難されるようになった。トークショーでは、の代弁者、トビアス・アンダーソンがランドストラムの援助なしでは、 パイレート米を始めることができなかったろう。と発言し、また、出資の多くは、サーバーの購入と通信性能の強化に用いられたと述べている。2004年から2006年まで、パイレート米は、寄付ページへのリンクを設置していた。そのページでは、いくつかの支払い方法が示され、寄付はトラッカーを強化することのみに使用されるとしてた。寄付をすると、期限付きで、広告をなくしたり、 VIP ステータスでパイレート米を利用できたりするという特典があった。その後、寄付ページへのリンクはホームページから削除された。ビルボードは2009年にはサーバーを運営するための寄付を求めていたと主張している。2006年、スウェーデンの政治リアリティショーとプキャンディデターナに出演したペター・ニルソンは3万5千スウェーデンクローナ。 当時のレートでおよそ44万円をパイレート米に寄付し、パイレート米はその寄付を新たなサーバーの購入に充てた。2007年、パイレート米はシーランド広告を購入するための基金を運営した。2009年、有罪判決を受けたパイレート米の設立者らはユーザーに3000万スウェーデンクローナの罰金を支払うための支援としての寄付は止めるよう求めた。これは パイレート米側が罰金を支払うことを拒否する立場を取っていたためである。2015年9月22日現在ではフロントページにビットコインのアドレスが公開されている。パイレート米は自身のサイトに関連する商品を販売するオンラインストアにリンクしている。初めに確認されたのは2006年でスベンスカ・ダーグブラーデットにおいて報道された。 2006年から検索結果を表示するページに広告を表示することで資金提供を受けている。スベンスコドッグブロドットによる推測では広告によって1ヶ月につきおよそ60万スウェーデンクローの収入を得ている。2006年の警察による捜査ではパイレート米は広告から1年につき120万スウェーデンクローナを得ているとされた。2009年の裁判においては e メールとウェブサイトのスクリーンショットから広告によって1年につき1000万スウェーデンクローナ以上を得ているという検察側による試算があったが、基礎上においては警察の調査による試算を用いた。また、サイト管理者の弁護人は2006年の収入をおよそ72万5000スウェーデンクローナであるとしたが、一審の評決は警察の調査による試算を根拠とした。 パイレート米の利用規約によると商業規約の違反者には違反によって生じる通信やその他の事柄に関するコストと5000ユーロの罰金が課せられる。パイレート米はいくつかの国において検閲されている。しかしながらほとんどの国において検閲を回避することは比較的容易である。パイレート米への URL が遮断されていてもいくつものミラーサイトが パイレート米のコンテンツを利用できるようにするために作成されているので検閲を回避したトラフィックを確立することができる。Google の社長エリック・シュミットによると違法なファイル共有サイトへのアクセスを遮断する政府の計画は言論の自由の重大な侵害となる可能性がある。また彼は Google はパイレート米のようなウェブサイトへのアクセスを 遮断しようという試みと戦うとも述べた。2009年3月にパイレート米は Facebook を用いてトレントファイルへのリンクを容易に共有できるようにしたが、によると同年5月には Facebook でパイレート米へのリンクがブロックされ始めた。ワイヤードの詳細な調査によると公開メッセージにおいてもプライベートメッセージにおいてもコンテンツの内容に関わらず、 パイレート米へのリンクが含まれているならば、ブロックされる。電子フロンティア財団の弁護士は、Facebook は利用者のメッセージを傍受するという、に反する行動をしていると述べたが、Facebook のであるは、Facebook は利用規約に則っ,って、あからさまな知的財産権の侵害があれば、リンクをブロックすることができると述べた。パイレート米に類似するウェブサイトへのリンクは、ブロックされてない。 2012年3月、マイクロソフトは、パイレート米へのリンクを含む Windows Live、メッセンジャーのメッセージをブロックした。利用者が、パイレート米へのリンクを含むインスタントメッセージを、シンすると、ブロックとアズイトアスリポーテッドアンセフ、と、警告が表示された。マイクロソフトはに E メールによる声明を発表し、我々は、インテリジェンスアルゴリズム、第三者機関による、情報、 ユーザーによる報告のいずれかもしくはそれらのうち複数に基づいて悪意のある URL やスパム URL を含むメッセージをブックする。と述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。